い、どうも皆さんこんばんは、小遊三です。始まりました、ツイッターライブ 2.0、暗号資産 2.0、本日も生放送でお届けしていきたいと思います。さあ、本日はですね、事前に、告知してたかな、あの一部の方には告知をしておりましたけども、LINE アット、おかげさまで、コンヨオタクの公式 LINE アットがですね、あの1万人、突破いたしました。はい、ありがとうございます。はい、というところでですね、あの、まあ、記念をして、いつもの放送では行くんですけども、今日はですね、あの、たくさんの方に、見ていただいていると思いますので、しっかりと、最新の情報をお届けしていきたいなというふうに思います。さあ、では早速ですね、今日の話題の方に、行きたいなと思うんですけど、これはあの、コインポストさんですね、あの、有名なメディアさんが、あの、情報配信していただいてまして、今日のニュースなんですけども、アルトコインのですね、仮想通貨の格付けがちょっと、新基準が入って変わりましたよというニュースがあります。これ結構ね、着目してる方いらっしゃるんじゃないかなと思います。もうこのね、格付けっていう文化ができて1年半ぐらい経ってるんですよ。で、昔はですね、この格付けのものをいっぱい皆さんこうバーって見てるいただいてたと思うんですけども、ね、もうこれあの最新のもの引っ張ってきてますけども、ここにこうバーってありますけども、まあ、変わらないから、変わらないんですね、ほとんど格付けが、ほとんど格付けが変わらないんで、まあ、見なくなるんですよね。まあ、今月も一緒、来月も一緒じゃないっていう話でこうずっと変わらないんで見なくなってくるんですけども、基準が変わりましたので、まあ、この格付け会社さんが全部市場正しいこと言ってるっていうとそうでもない、あくまで一機関だとは思うんですけども、基準が変わったっていうことはですね、やっぱり それ専門の会社さんの発表が変わるわけなので、ちょっとこれは改めて見ていただいてもいいんじゃないかなと、今まで見てても見なくなったけど今のタイミングだったらもう一回改めて見ていただいてもいいんじゃないかなと思います。で、ちょっとね、文字がねちっちゃくて恐縮なんですけど、これはぜひコインポストさんの記事見ていただければと思うんですが、新たな基準って何っていうところなんですけども、いわゆる模倣品トークンを外すって話ですね。いわゆる独自性をちょっとこう新しく、軸入れましたよという形になりましたので、じゃあ改めてそのじゃあ独自性のあるトークンはどこなんだっていうものがこうバーッとね、出ました。これ10銘柄ぐらいしか出してませんけども、実際ねコインポストさんの記事見れば20銘柄ありまして、本サイトの方でですね見ていただければ、ちゃんと数百のですねバーッとこう見れますので、ぜひウォッチしていただければと思うんですけども、上位の銘柄はあんまり変わらないです。上位銘柄あんまり変わらないです。例えばこのビットコイン、イーサリアム、イオス、リップルとかはあんまり変わらないんですけども、まあ、いわゆるアルトコインですね、マイナーな方の、アルトコインの順位は結構変わっておりますので、これはぜひ、ね、自分がこう保有してトークンで保有しているものに関してはよくチェックをしてみていただければなと思います。で、このなんで基準が変わるかっていうところが結構大事ですね。基準が変わる理由はですね、市場が変わるからです。で、市場がなんで変わるのかって言ったらですね、市場に参加しているプレイヤーが、人が変わるからですね。今まで2017年18年の人と、2019年ですね、今年もう終わりですから、2019年までの人と2020年21年の人が違うので、基準が違うものを採用していくっていうのは、これは他のメディアさん、プラットフォーム、格付けの会社さんも結構行うと思いますので、この大きな変換期の時はですね、もう流れで見てなくなっちゃったものもですね、改めて、もう一度情報を再取得するということはやっていただいていいんじゃないかなというふうに思います。こういうね、今までこう言ってたこうランキングだったんだけどちょっと変わりますよっていうのは結構大きいますので、ぜひぜひですね、最新の情報を取るようにしていただければなというふうに思います。で、次、じゃん、ちょっとですね、ネガティブな記事にはなるんですけども、2つ、海外の情報をですね、お話しさせていただければと思います。まずですね、中国がイーサスキャンをブロックするっていう話がありました。中国にいるですね、スタッフに確認したところですね、普通に見れなくなってました。なのでこれは事実です。最近メディアさんの中でフェイクニュースみたいなものがですね、結構叩かれてたりするんですけど、フェイクニュース分かりにくくてですね、我々もチェックするんですけども、ペースが速くてですね、出るニュースので、特に日本企業のものとかですね、確認しても答えてくれない場合が結構多くてですね、難しいんですが、今回これちゃんとチェックしましてですね、イーサスキャン実際に中国のネット環境で見たらもう見れませんという形になってます。いわゆる中国っていうのは海外のインターネットのサイトをブロックしてますよね。これグレートファイアウォールっていう例えで言われてるんですけども、これがついにブロックチェーン仮想通貨暗号資産の市場にも来ましたよというところになります。イーサスキャンが見れないって結構でかいですね。いわゆるその
イーサリアムベースのトークンの情報っていうのが全部分かんなくなりますので、まあ、本当に独自ブロックチェーンで行くのかっていう話、もうイーサリアムをこう排除したわけですね、中国の国の中から。これはね結構大きな話題です。ただすぐに何かの影響があるわけでは今ない、今のところないこういう形にはなっております。これはそうですね、そのプロジェクトをやってる方、特にですねコインオタクのこの視聴していただいてる方はですね、ビジネスでブロックチェーンを関わろうとしている方が結構いらっしゃいますので、まあ、そういった方はですね中国展開をするときにもうイーサベースだとちょっとこうネガティブというかやりにくくなっている環境が今来てますよっていうのを、まあ、ぜひぜひご認識いただければなというふうに思います。では次のニュースがこれですね。じゃあこれはねサロンの中でもですね質問いただいたんですけども、これもイーサリアムの話なんですけど、イーサリアム財団の方がですね、アメリカで、拘束されるっていう話があったんですね。でそれ なんでなのっていうところで言うと、北朝鮮でイベントやったんですよ。で北朝鮮でイベントやったことが、いわゆるそれがそのなんだろう、北朝鮮に対しての情報リーク、テクノロジーの情報リークであるというような形で、まあ、FBI にこう囚われたという話があるんですね。でこれってその陰謀論だなんだっていう話があってですね、これ実際どうなんですかってこう結構聞かれるんですけど、まあ伊藤その場に行ってませんので、北朝鮮は行かないようにしてるんですよ。こういうこういうことは普通一般の人でも起きますし、なんだろう、ブロックチェーンだからではなくて北朝鮮に行ってセミナーをやったからだと思います、完全に。なのでこれは別の産業でも起きます。で当然それは不当だというメッセージでコラムがこうやってバーンとね身内からバッて出てるんですけども、判断するのは政府ですので、まあなかなか出てくるのは難しいんじゃないかなと、まあそうだったんだ、誤解だったねってなるのは結構難しいんじゃないかなと思います。で北朝鮮っていうものもそもそもアメリカの方でですね結構こうなんだろう、着目してる国じゃないですか。トランプさんも着目してるじゃないですか。なのでそういうやっぱね政府がこうすごく着目していて、そこに対して反政府的な動きになったらですね、そりゃブロックチェーンじゃなくてもやっぱこういうことは起きてしまうんですね。で確かにこれは誤解だろうなっていうのはすごく感じます。北朝鮮で、イベントありまして、実際それ取材行こうと思ったんですけども、もう日本の人って全員もう無理なんですね、行けなかったんです。その時日本人禁止になってたんです。これ多分日本政府の働きかけもあったと思うんですけども、もう日本人は行かないようにという形になってましたので、まあ、我々は行ってないですし、日本の誰かが同じことになってるってことはほとんどないと思うんですね、行けなかったんで、はい。ただまあこういうのに参加するとやっぱりこう国のトラブルに巻き込まれるということがあります。でこれ自体がですね、じゃあ何かの作業判断になったりとか何かあるかっていうと、そこまで大きな影響はないとは思うんですけども、一つやっぱビジネスとしてそういう、なんだろう、こう国同士の揉めているところに対して何かこう国の、利益に相反するような動きと捉えられることをやってしまうのは結構危ないんじゃないかなというところですね。まあ、皆さんこう海外活動をするっていうことはあまりないと思うんですけども、先ほどと一緒にこうブロックチェーンのですねビジネスに関われている方っていうのはできるだけなんだろう、こう金融の技術がまだね浸透してない国とか、インフラが整ってない国っていう、そういう途上国に行く傾向があります。そういった国に行った結果なんだろう、こう国にそのマークされるというところはちょっとご認識をいただいて、まあ、身の回りをですね注意して注意を払っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。さあ皆さんはね今海外の流れのニュースをですね中心に出させていただきましたけども、こういったニュースを目にしてこうどう思われましたでしょうか。はい、メッセージの方ね行きたいと思います。今携帯の方でメッセージコメント見ておりますので、行きたいと思います。円高の下げも意識する相場環境になってきたみたいで、BTC ペア BTCJPY のペアですね、はい、の方が、値幅が取れる意味がよくわからないので分かりやすく、なるほど、解説をしてくださいというところなんですけども、ありがとうございます。ですね、これは3つの為替が関わってるっていう話になるんですけども、どういうことかというとですね、通貨ペアの話なんですが、ドル円という通貨ペアありますよね。ドルと円というペアがあって、このドルが、ビットコインドルっていうペアと、ビットコイン JPY っていうペアがあるわけですね。でここの価格差っていうのが生じるんですよ。でこれの生じやすいのは流動性が低いところですね。流動性が低いとですね、これ普通の為替の世界だとなかなか起きないのは、全部がかなり流動性が高いので、例えばユーロドル、ドル JPY、 僕あんま為替やってないから今どこが一番相関してるかってあんまりパッと来ないですけども、いわゆるそのでユーロ JPY ですねってなってきた時に、3社のこうバランスってあるじゃないですか、通貨ペア3個あれば。で
あの基本的には開かないんですよ。だって開いたらアービトラージっていうような形で価格差を狙ったものがパコンって入ってるんで、すぐにあの利ざやが取れなくなってくるんですけども、ビットコインに関してはですね、この利ざやが開きっぱなしになりますよねっていう話がよくあります。でじゃあなんでそこ動かないんだっていうところなんですけど、多分これでそこの部分でですね、この、ビットコイン BTC と JPY のペアって価格差があるからアービトラージできるんじゃないかとい でもなんで誰もやんないんだとか、どうやってやればいいんだっていうご質問だと思うんですけども、これできないんですよ。理由はですね、まず日本の、取引プラットフォームで、あれがないです。ないですって言い切っちゃうとあれですけど、板取引っていうのがほとんど行われておりません。なので、実際にですね、グローバル価格で、表示されているものと取引所で表示されている価格にすらズレがだいぶあるんですね。なので何かの API 引っ張ってきて、ツールとかアプリの情報を引っ張ってきて、あ、こんだけ日本って価格差起きてるんだ、じゃあビットフライヤー見てみようとかコインチェック見てみようってなった時に、そこですでに価格差があったりとかするんですね。なのでやりたくてもやれないっていう話ですね。で やってもですね、やってみると分かるんですけども、注文入らなかったりしますね。そういう高速のものパコンで入れても、で注文入らないっていうトラブルもあるし、そもそもリザヤが表示価格と違くて注文が刺さらないから、結局売るに売れない玉持ってしまうってこともありますので、ビットコインと JPY の通貨ペアで、何かリザヤ取ろうっていうと結構厄介になりますので、それはあまり推奨しないかなと思います。でこれの環境はですね、今だから起きているんだと思います。例えば、日本って下火なんですよ。今日本は下火、日本円でビットコインを買うユーザーっていうのは減ってきてるんですね。でこれ体感してる方もいらっしゃると思うんですけども、実際にやっぱりこう1年前2年前と比べるとこう減ってきてるっていう形なんですけど、これまた来年増えてくじゃないですか。解禁されるわけですから、ビットコインの売買とか金融機関で、で増えてきたらまたこれをレート変わってきますので、今が一番の流動性で言ったらそこを時点じゃないかなというふうに思います。でそこになるってことはやっぱりこう価格差がグローバルと開いてしまいますので、ちょっと一瞬こうアービトラージできそうだなっていう気持ちになってくるかなと思います。あまりですね、慣れてないうちにアービトラージ狙うのはあまりよろしくないのでご注意ください。次のニュース、次のニュースはですね、その今話題にちょっと触れさせていただいた日本の取引所の話を、していきたいなと思います。これはもう日本の取引所の話なので皆さん結構興味があってですね、聞きたいこともあるんじゃないかなと思いますけども、一つ目がこちらです。ビットフライヤーでリップルが新たに取引、開始しましたというニュースですね。これも先週の発表であったので、もう皆さんアカウント取ったりとかですね、じゃあビットフライヤーでリップル買ってみようかなって思った方もいらっしゃると思うんですけども、一番皆さん興味あったのがビットフライヤーに新しく上場するんだからリップルの価格上がるんじゃないかと思った方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。これはですね、サロンやっててもですね、質問めちゃくちゃたくさんいただきました。価格上がるんですか？上がらないですね。なんでですか？みたいなものは結構いただいたんですね。で当然ですけども、なんだろう、過去に、上場したら価格が上がるっていうことがあったんですね。例えばビットフライヤーで言えばリスクです。リスクという銘柄が初めてビットフライヤーに上場した時はガツンと上がったんですね。でじゃあその時と今のじゃあリップルが上がった時と何が違うかって結構違うんですよね。環境が違います。まずですね、買いたいっていう人がいないと上がらないですね。それは需給バランスとして認識していただいていると思うんですけども、いやリスクを買いたいんだっていう人がね、当時いたわけですよ、ビットフライヤーに。でビットフライヤーというか日本国内に。でいろんな要素があります。例えば、その時、その当時もう1年以上前だと思うんですけども、上場したら価格が上がるとみんな思っているですね。当時はその上場、何かにどこかにポンって上場したらもうわーっと人が来てたので、これが日本で行われるってなったらそれは日本もわーっと、要はいわゆる上場したから価格が上がるだろうと思っている人が圧倒的に多いっていうのが一つと、やっぱりこう他の取引所で言ったら、コインチェックぐらいには上場してましたけども、その売買ができなかったんですね、銘柄として。要は日本では全然取り扱っている会社さんがいないというふうになった時に、ビットフライヤーに上場するんだったらこう安心かなというところで、その大手さんの上場っていうタイミングで、じゃあいよいよ国内の取引所でもリスクが期待できるんじゃないかなというところで普通に期待上げというところも入ってたわけですね。そういった会話か、その当時はリスクに対してはありました。片やじゃあリップルになった時ですね、最近の環境で言えば、どこかの取引所に上がったからって価格が爆上げするもんじゃないよねっていうのはもうみんな認識してるわけですよ。もう
そんなに上がらないよねと。なんならあのコインチェックがね、足元その1ヶ月前にこう上場させた時に、まあ、大して上がらなかったよねっていう形になっている中で、じゃあビットフライに上場します。まあそんなに上がらないんじゃないかなというのがもうそもそも市場の温度感として、盛り込まれました。さらにあのリップルっていうのはですね、国内取引所でも たくさん取り扱ってますので、基本リップルがめちゃくちゃ欲しいっていう人はもう買ってるという形になるので、買いニーズが全然入らなかったんですね。なのでそういったところからも、まあ、今回その、まあ、想定内だったのかなと、まあ、ビットフライさんにリップルが上場してなかったんだぐらいな形でですね、あの市場は捉えたから、まあ、価格が上がらなかったんじゃないかなというふうに思います。今年は上場ファンダがファンダにならなくなった令和元年になりましたね、市場が賢くなったっていうこともあるんですかねというメッセージもいただきました。ありがとうございます。そうですね、慣れたっていう感じですかね。その当然ずっとそのブームが来てたら今も上がったら上がるんだってやってたと思うんですけど、もう上がらないんだっていうものにもう感覚が慣れてきてるんですね。だからもう上場してもあんまり上がらないんだねというところですね。リップルは下落が続いてるから10円台下手したら1桁いきそうですねというメッセージいただきましたね。ありがとうございます。まあそのなんでしょうね、そのリップルやっぱ底堅い銘柄ではあるんですけども、皆さんなんでじゃあリップル持ってるかっていうと、上がると思って持ってる方の方が圧倒的多いんですね。で、そのいわゆる銀行とか金融機関すごいたくさん取り扱いしてるじゃないですか。で、未来のこう通貨なんだと、未来の国際送金のデフォで、スタンダードになるんだという形で皆さん持ってるんですけども、でも基本的には皆さんこう金融機関に勤めてる方ではなくてですね、やっぱりだから上がるんだというところでですね、本当はこう利益が取れるから持ってる銘柄になるわけですね。で、それがいよいよ上がらないってなったら大暴落になっちゃうわけですよ。なので上がらないっていうネタバレはですね、多分今後もずっとしないと思うんですね。それをする必要が全くないからです、リップル社にとって。なので常に上がる上がる上がるっていう話をし続けながら、こうゆっくりゆっくり人が抜かれていくような感じじゃないかなと思います。で、それがこの市場が続いた場合の話です。で、特にリップルはずっとこう価格がスーッとステイしてますけども、他の銘柄ってこう上がるじゃないですか。ドーンとビットコインがドーンと上がったりとかですね、別の銘柄がドーンと上がった時にやっぱりリップル持ってる人がそっちの方が良かったって思いやすくなっちゃうんですね。なのでそういったところからもちょっとこうリップルはもしかすると下がるリスクがちょっと他よりも大きいかなっていうふうに思いますね。ハードフォークでも今上がらんしねっていうメッセージです。そうですね、今まで の上がったようなポイントがなかなか上がらなくなってきているのが今の環境ってところですね。さあ、そんなビットフライヤーさんのもう一個のニュースですね。これはでもビットフライヤーさん頑張ったと思いますよ。これです。ビットコインゴールド、付与しますという発表ですね。12月と、まあ、12月末かなが1回と、来年と記事書きましたけど、一応これ雇用宅の記事なんでちょっと読んでいただきたいですけど、また来年とっていうところで2回やるんですが、まあ、これの、ニュースの、特筆するべきところは、着目するところはですね、ビットコインゴールドが渡されるんではなくて、換金した、相当ベースのですね、日本円として付与しますというのが発表されました。で、これがなんでじゃあビットコインゴールドで来ないのとかっていうですね、メッセージが結構あったりとか、市場の気持ちあったりするんですけども、まあ、やむを得ないんじゃないかなと思います。ビットコインゴールドが上場できてしまった場合、全部の派生の銘柄をやっぱりこうどんどん上げていかないといけなくなってきますし、やっぱりハードフォークしたコインっていっぱいあるんですよね、ビットコイン。だからゴールドまでいったら、じゃあ次これ次これってもう次って出てくるんですよね。で、それを取引所が上場するってことは、精査して認めてビットフライヤーの責任を持ってビットコインゴールドは上場に値するっていうお墨付きを与えてしまうことになるんですね。なので今回その判断をしなかったんだろうなという形です。判断してもいいんですよ。ビットコインゴールドはしっかりとした銘柄であると、これが将来必要になる通貨であるというふうに取引所が判断するのは全然いいんですけども、その責任までやっぱ負うことできないよねと、ビットコインゴールドじゃっていうところが、まあ、やっぱ日本の各取引所さんの足並みだったんじゃないかなというふうに思います。で、いよいよじゃあそのビットコインゴールドをこうパッと付与しましたね。これはね、深読みします。今からみんなで深読みをしていきましょうってところなんですけども、何のためにビットフライヤーをやったと思いますかっていうところなんですね。伊藤個人的にはですね、競争の激化っていうのはあると思います。ビットフライヤーは一応日本では一番手と言えると思うんですけども、これから銀行とかですね、証券とかが参入してきますよね。で、どんどん競争が激しくなってきたときに、他がやらないことをやっていかないといけないんですね。他がやらないこと、例えば証券とか銀行がビットコインを仮に預け入れられるようになったとして、彼らがじゃあハードフォークコインまで面倒を見るかって言ったら、かなりしないと思うんですよね。
ってなってきた時にやっぱりこういう元祖の取引所だからこういうところまでサポートしっかりしてるんですよっていう姿勢はやっぱ見せたかったんじゃないかなというふうに思います。なのでこういう形でまあビットコインゴールドが上場できなかったとしてもそれに対応する分の円はちゃんと付与しますよと、それが責任ですよという形でビットフライヤー そのサービスレベルを上げたんじゃないかなというふうに思います。ただこれをですねやられてしまうと他の取引所全部やらないといけなくなりますからね。やるかやらないかは取引所の判断ですけども、まあ、やってないじゃないですか他の取引所ってことは、あ、じゃあそれってポッケにしまっちゃったのかなみたいなその疑心暗鬼になるわけですね。で別にその配布しなきゃいけないっていうルールはないので、これはビットフライヤーが付加価値としてつけたんですよ、サービスとして。なのでビットフライヤーに後を続くのか、それとも、まあ、ビットフライヤーさんだけがこういう市場と合わせて投資家さんに寄り添う形の取引所になるのかというのが、まあ、今回分かれ目になるんじゃないかなと思います。ただやっぱね他の取引所さん結構赤字叩いてますからね、ここでおいおいおいビットコインゴールドの換金して現金付与するのかよって他は思ってるんじゃないかなって、もうやりたくてもできない種銭がないという取引所さんも結構あるんじゃないかなと思いますね。はい、皆さんはどう思われますでしょうか。ぜひぜひ、コメントいただければなというふうに思います。はい、ではメッセージの方ですね、いきたいなと思います。はい、日本の取引所はプラットフォーム系、あ、はいはい、通貨上場したがらないよねと、DEX にお客さん取られるかな、あ、いい読みですね、いい読みですね。確かにそうですね、なかなかね、グローバルだったらね、EOS とか、ね、カルダノとかね、普通にどん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 今上場も始まってますし、ステーキングもどんどんね、取引所が手を挙げてやりますって言ってるところで、日本はもうシーンですからね。まあ、やっぱり先ほどもありましたけども、上場審査をして上場させたら、その責任がやっぱ取引所にあるっていう部分の、まあ、ケツを拭ききれない部分じゃないかなっていうのはありますね。なのでやっぱりどうしてもこう様子見になってしまうっていうところは、まあ、日本らしいというか、まあ、しょうがない部分ではないかなと思います。まあ、それをやってしまうことによって世界で戦えなくなってくるんですよね。他の取引所はガン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 やってユーザーをどん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 こう集めている中で、日本はもう閉められた市場の中で閉まった自分たちの考え方でやるんで、ユーザーさんが出ちゃいますね、外に出ちゃう、うん、これを、まあ、どうにかしないといけないなっていうところで、コインチェックさんとかは結構新しいサービスをね積極的に提供しているんで、まあ、いいんじゃないかなと思います。そういう取引所さんはグローバル取引所目線でやっていく、で未来ですけども、来年以降出てくる証券会社さんはあくまでビットコインに対してのサポートをしていくっていうような、まあ、住み分けができてくる市場なんじゃないかなというふうに思います。皆さんはどう思いますでしょうか。ぜひぜひコメントいただければと思います。ちょっとですね、残り放送時間が少ないので、ちょっと最後に告知お知らせだけちょっとさせていただければと思いますけども、先ほどメッセージでですね、コインオタクの YouTube リンク送っていただいた方もいらっしゃいますけど、ありがとうございます。チャンネル登録者数1000人を目指しておりますので、ぜひぜひ、ね、Twitter ライブで、Discord で、あ、Discord じゃない、ペリスコープという別の他社のアプリで皆さんに放送を見ていただいているにもかかわらず、YouTube チャンネルの登録をお願いしますというところでですね、YouTube でコインオタクと調べていただいて、チャンネル登録だけはポチってしていただければ、1000人になったらプラットフォームを YouTube に変えて、この放送もお届けしていきますので、ぜひぜひご協力をいただければと思います。過去のツイッター放送もですね、編集をして見やすくした状態でですね、YouTube の方にアップしておりますので、過去の放送見たいなという方もぜひ見ていただければありがたいです。はい。さあ、今週はですね、まあ、いろいろな、暗号資産の市場のお話はあったんですけども、ビットコインの、ね、価格は、ね、なかなかこう方向性定まらずに上がって下がってちょっと下がってぐらいな感じでしたね。おそらく年内に関してはですね、このままいくんじゃないかなというふうに思います。中国が市場が復活しないとマネーがどんどん入ってきませんので、中国次第なんですけど、中国やっぱ年内だと厳しいですね。はい、で中国の取引所の、ニュースとか、拾ってみていただければ分かるんですけども、基本的には皆さんど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 んもう復活してきてます。バイナンス、フオビ、OKEX とかはですね、どん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 もうなんだろう、マイナスを撤廃するようにファンダを出してます。プレスリリースバンバン出してですね、コメントもどんどん出してですね、こういうことやってきますってバーってもう回復基調になってます。あとは市場がどこまで追いついてくるかというところになってきますので、一旦その、ね、中国リスクみたいなものは一旦落ち着いてきたのかなというふうに思います。ただまだマイナーな取引所に銘柄入れてるよとか資産預けてるよという方は、一旦そこは対比をしてですね、大手の取引所とか、自分のウォレットに移動するとか、そういった形でリスクヘッジをしていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。
というところで、本日は以上かな。はい、以上の放送とさせていただきます。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また来週、この時間の放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイバイ。